いや最近毎回高ぶってないって言われたけど、最近毎回エブリーグ暑すぎない？マジで。なんかおかしいよね。起きすぎでしょ、事件が。本当に特にオーラスとかね、ラスバレとかその辺で事件起きすぎなんでね、もうこれはやるしかねえということで、役満ね、役満まではいかなくても、ちょ内川さんのバイマンはささすがにもう超えないだろしばらくはと思ったら、1日で役満出てきたからビビったよね本当に。そんなすぐ出る？ビビったよ私は。うん、ファイトクラブトップトップか、つえな、つえつえ。うん、園田さんの白はね、なんならもっと早く切るんじゃない？うん、僕ならもっと早く切ってるから、よくあそこまで粘ったと思うよ本当に。うん、よくあそこから粘れた、心からそう思ったね。うん、白鳥さん悲劇だけどね、悲劇だけど一応ね、悲劇中の幸いはね、普通役満親かぶりしたら着順落ちるから、落ちなかったんだよね。うん、2着で済んだからよかったよ。あれがさ2から4になったらマジ地獄だったけど、まあなんとか2で済んだならギリ耐えたと思ってると思いますよ。うん、これポンだな、広くしよう。うん、多分ね、多分耐えたと思ってるはず。いやーでもなんかやっぱ最近いろんなこと起きてるね、Mリーグね。楽しい楽しい。でもインタビューで翔ちゃんがっくししてたけど、がっくし会の中ではいいがっくしだからまだ。うん、あれだからね、いやマジあれ2から4になったらもうがっくしなんていうレベルじゃないからね。うん、だからあんな風になんかちょっと翔ちゃん余裕あったじゃん、ちょっと笑ってたし、なんかまさかあんなの出てくるとはみたいな感じだったね。あれ1から2だからまだいけたのよ、2から4はもうやばいからね、がっくし会の中でもバーンみたいな、2人と7000点差みたいな状況で、いつもって言われて、ああ、マンガン使われ版で2着かと思ったら、役番って言われて4まで行ってたら、もうがっくしどころじゃないからね。うん、なんとかまだ。翔ちゃんも言ってたけど、高宮さんが一発つつも赤ウーアンした時点でもう自分の逆転は、自分の2着はもう決まってたから、あ、まくられたかって思ったとこで、ベンって役番になって、ちょっと払う展望が増えた。だけでね、そんなにね、そこまで実は学区司会の中では許される方だったんですよね。丸山さんの学区司会では、丸山さんの学区司会はかなり学区司だね。だってもうリーチって言われた瞬間、あ、ほぼ終わったって思ったところで、面ピンって出て、来た裏条件裏条件ってなったから、ちょっともう終わっリーチの瞬間終わった、ロンで終わったって下がったとこで裏条件ってなって、その学区司が一回浮上して、おおおってなったところで、希望出たところで裏だからね。うん、ちょっとあれは学士会ではかなりの学士ですね。リーチされた瞬間ももう半分諦めたと思うので、ああもう大体ダメだなと。うん、でもそこでメンピンが出てきた時にはちょっと気分が来た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 ってなるから、うん、あれは学士会強い、かなりの学士だね。同じ学士にもいろいろな学士があるんですよね。うん、支部も役満派よね。僕の役満チャンスは三軒リーチに赤ウソバチコーンって言って放獣して半笑いした半笑いしてたやつだけあれだけだな、あれだけだったな、チャンスは。僕の役チャンスはあれだけだったな。そう、村上さんへのやつ。ちなみに僕は本当に半笑いしてる気はなかったけどね。うん、半笑いしてる気はなかったけど、半笑いしてたようだね。うん、高宮さんの最後のリーチは、うん、高ぶったけどかっこよかったね。うん、あのリーチは教託は、そりゃそうだ。うん、さすがに闇で出てトップだと知ってれば闇にするけど、それでもやっぱりあの気合のね、高ぶったリーチがね、スモハイを赤ウーアンにしてきたよね。堀さんは応援団長するにしても、僕はまだちょい前だから、もうちょっと出させてもらうよ。さすがにもうちょっと出させてもらうよ僕は。うん、MTO さん、内川さんのインタビューで一人名前上がってなかったけど、普段からですか？仲良しです。内川さんはもうテンション高ぶってて忘れてました。支部を忘れてただけ。よくあるあるある。うん、内川さん、ここで検討配信一緒にやるぐらいの仲だからね。うん、3人のうち1人忘れ、あるんですよ。それが人数少ないからね。油断して忘れちゃうことあるのよ。